するな。やっぱ震えますよ。この前だからクラブハウスやってたら、うん、くんさん来てくれて。あ、はい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 。来ましたね。くんさんいきなり来てくれたから、ちょっと震えましたね、僕も。あ、嬉しいっすよね、やっぱくんさんは。めちゃくちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。うん。いやー。くんさんに少しでも興味持ってもらえるっていうのはね、超嬉しいですよね。うん、超嬉しい、この。超嬉しい。いや、しかも、ちょっと僕、最近、悩み事があって、うん、いろんな YouTuber さん、ちょっと相談したりしてたんですけど。はいはいはい。なんすか。あ、いや、まあちょっとこう、思ってた夜の悩み。夜の悩み。いや、夜の悩み。言えない悩み。なんで夜の悩みをなんで YouTuber 友達に相談するの？いや、普通にね、こう、YouTube のちょっと悩みがあったりして。はい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 。で、そしたら、くんさんが相談乗ってくれて、裏で。へ、放送とか全くないとこで、はいはいはい、ディスコードで話してくれて、うん、いや優しいなって思って。優しい、ほんとこれ、それ時間いくらするか分かんないよ、本当は。いや、ほんとそうよ。いや、だから、クンさんね、やっぱ優しいね。面倒見がマジでいい。いや、それマジで思う。ほんとに。だから、その、ほんとに誰かが炎上したり、困ってると、うん、すごいこう、裏で。確かにそう。うん。いや、マジで、こう、クンさんかかってないような、なさそうなやつでも、うんうんうん、マジで裏でこうね、動いてくれてたりするんだよ。うん、だから誰かと誰かが喧嘩したりすると、そう、くんさんが間を持ってとか、うん、繋げるのさ、確かに。その、とか、いろいろ本当にしてくれてて、マジでね、優しいよね。え、俺に対する悩み？ちょっと言うな、言うな、言うな。くんさん何言ったんだよ。おー、めっちゃ気になるよ、めっちゃ気になるよ、くんさん何言ったか。所属クリエイターの給料が上がりすぎて、めっちゃ気になるわ。うん。お口着手、お口着手、それは。出てる、出てる。